78、上野貴大。さあ初の対戦ということになります。この一組目、中村直樹、上野貴大。まずは単走優勝を果たしたこの開幕戦、中村直樹、まず月は持っている。そして今年19年ぶりなんとか優勝を決めたいということを言っていたレクサス RC、 上野貴大がついていく。さあこれは近いところに入りそうだ。いや距離は悪くはないぞ、悪くはないぞ。さあいいところを通っていった中村直樹、中村直樹いいところを通っていった。いや入ってる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 、すごいところに、すごいところに来ているような気がする。さあこれはまず上野貴大、後追いとしても、あ入ってる入ってる入ってる、この辺りの4席から5席、5席はちょっと上がった。先行、はい、後追い中村直樹で入れ替え、2本目のスタート。さあ今度は中村直樹、いよいよここで後追い、ビタビタ状態見せなくてはならない。上野貴大を捕まえて、さあ後追いポイントどんだけ取れるか。まずは1セクターで取ってる、いやこれは近い、いや入った、これはビタビタ状態、1、2、これは完全に取った、完全に取った。そしてここ3席から4席、もう1回いっている、ここも捕まえている、4席、4席、完全に2ポイント取ってる、2ポイント取ってる。そして入れ替え、ギリギリ、なんとやっぱり5点はでかいですね。いやあれは完璧にミスですから。もうバーサスカーナンバー14、村山智弘。さあいよいよベスト8の対戦に入ってまいります。上野貴大先行、は遠い村山智弘、ベスト4進出をかけて今スタートしてまいりました。さあ上野が来ます、 RC、 そしてその後ろから S14、 村山智弘、暗闇の中、そして濡れる路面、非常に難しい戦いということを強いられる。さあベテラン上野、まずは飛び込み悪くない、様子を見ながら、様子を見ながら、村山がじわじわと近づいてこようかというところか。しかし上野悪くない、先行の上野も悪くない。それに対してまだ入れていない村山、まだ入れてない村山。さあ上野が、上野が悪くない。さあここでやっと近づくか、いやーまだ入れないか、まだ入れないか、どうにか1ポイント、後追いで、そして後追いで上野貴大。さあ上野なんとか挽回していきたい、挽回していきたいということはもちろんビタビタでいきたいところ。ー出たー、狙ってった上野、いやーこれは思いっきり攻めた、しかし当たった戻った、これは勝負ありだ、上野貴大自滅。しかしあくまでも果敢にチャレンジしてった上野貴大のその走りはあっぱれ、村山智弘ということになります。やってしまいました、貴大。さあいよいよ5組目スタート地点、両者まずは横井正史、青いマシンが先行、そして後ろからレクサス RC、 上野貴大今動き出しました。どう降りてくるか、まずは奥のエアピンをイン側、上野貴大が、そして横井の加速、ちょっと荒らされたか、ちょっと荒らされたか。さあ横井が飛んできた、いい走り、横井がいい走り、そして上野貴大ものすごい角度をつけて旋回、上野も悪くはありませんが全く入れない、煙もくもく逃げる横井正史。今スタートしていきます。今度は上野貴大、 RC が前、後ろから横井正史、 BMAX S1 号4号機、さあ降りてくるところ、ここはどうだ、ずっと加速するレクサス、後ろから横井が見ている。さあしっかり角度をつけながら、どうでしょうか、煙を出しながらものすごい角度をつけている上野、もうほぼ角度止めしながら、ものすごい旋回、上野の白い煙の中、横井正史、ね、なるほど、78、上野貴大。さあ、行ってまいります、ベスト8の座はあと1人、藤野秀幸先行、後追い、上野貴大、チーム東洋タイヤドリフト180、後ろからレクサス RC、上野がどうだ、離れずについていけるか。さあ少し感覚が上がってきます、藤野が思いっきり来た、いい角度、そして上野が、上野がちょっとコースアウト、流れた、ちょっと流れたね、
このコースアウトは取られるかな。後追い藤野秀幸、今動き出した。さあ6ポイント差、もうここは藤野秀幸しっかりと見て、先行行きたい。あ、今何か遅れた。あれ今遅れた。クレアピンで何かつまずいたぞ。さあどこからもう1回持ち直して、さあっと行く。最後追いついた。はい、追いついたけど、あの NG は取られた、ね、僅差。はい、ナンバー23村上充、ベテラン同士の対戦、初の対戦中、ベスト8はどちらが勝ち上がるか。まずは上野貴弘が来る、後ろから黄色いマシン村上充。あ、いいところに村上がいる。村上がいる。さあ角度がないものの、よりは悪くはない。そこからスーッとギリギリ、いい走り。上野もいいところを行った。さあとはいえ村上、はい、そして後ろから白いマシン上野貴弘、レクサスがさあどうついてくるか。今動き出した、かなり近いところにいる。さあこれもまずちょっと近いところを振ってった。村上が行く。村上がやっぱり、やっぱりもう村上ゾーン外した。そしてあと2ポイントも取ってる。これは2しか取れてませんでしたね。本当ですね。4ぐらいいくかなと思ったけど、はい、ナンバー78上野貴弘。さあいよいよベスト4をかけた戦い、ベスト8の一組目がスタートしてまいります。藤野秀幸が前、そして後ろから上野貴弘、レクサス RC が今動き出した。ここは早い藤野秀幸、またストレートをついてきた。上野がいいところいる。さあまず振り出した藤野、それに対して上野貴弘悪くないところにはいる。インナーちょっと入ってきた。さあそれでもポイントは取る。黙々状態、藤野先行の走り悪くない。こうなると先行での走り相当思い切って、98点99点、こういった走りを狙わなくてはならない。それに対してどうしても取っていきたい。タイポイント近いところ。さあ藤野、こっから、これは大きな上野のミス、飛び出た。まあ、藤野も飛び出てたんですけど、あら仕方ないですね、はい、ここは決まりました。逆転、藤野秀幸がベスト。さあ昨日はエンジンブローを走ることができなかったこの斉藤大吾、このウェットの中で上野貴弘相手にどんな走りをこの GR スープラ見せてくれるんでしょうか。今その斉藤大吾スープラが先行、後追いレクサス RC 上野貴弘。まずはこのまだ降ってきた路面の中、おお、ここはうまく抑えて斉藤大吾、うわ抑えてうまく、しかし上野も近いところ行っている。さあ上野が、上野が合わせる。斉藤大吾が、斉藤大吾が踏ん張る。上野が踏ん張る。上野が踏ん張る。上野が踏ん張る。そのまま上野踏ん張っていく。これは上野の方がいいということになる。斉藤大吾最後はまっすぐのまま。さあ両者が今セット動き出しました。まずは上野貴弘がどういう形で飛び込んでくるか、若干抑え目で、そして斉藤大吾が入る。さあ斉藤大吾近いところ、ものすごい近いところに入っている。さあそれでもやっぱり斉藤大吾が流れてまっすぐになる。上野貴弘は踏ん張る。上野貴弘は踏ん張る。踏ん張ったね。さあここは踏ん張っていく。斉藤大吾離れた。これは決まったんじゃ、やりましたね、初めて。カモ出しつつですね。はい、斉藤大吾に、ここは上尾勝弘。さあいよいよベスト82組目の対戦ということになります。上野貴弘先行、後追い上尾勝弘。さあまずは上野、ミスしないようにどう飛び込んでくるか、それに対して上尾が見ながらどう合わせられるか。まずはストレートしっかりついていく上尾。さあ振り出す上野、あうまい振りだ、うまい振りだ。さあここはいい振り、そしていい返し、いい返し。さあどうだ、上野ギリギリ、上野ギリギリ、そして寄っていく、そして寄っていく。上尾勝弘もよりポイント取っている。先行踏ん張ってこの両者動き出しました。さあ入れ替えの2本目、6点差、赤黒のマシン上尾、そして後ろから上野が見ながらどうだ。上尾勝弘小さいところ行く、小さいところ行く。まずゾーンは通過、あとは寄りたい、もう少し寄りたかった。レジェンド鉄人上野貴弘、追いつけませんでしたね。ここは追いつけませんでした。さあいよいよ戦いは3組目ということになります。過去は末永直人が2勝というところで、まだ上野選手に負けたことはないんですが、
さあまずこの末永直人先行で後ろからレクサス RC、 上野がまっすぐ入ってくる。さあいい角度をつけて両者飛び込む。近いところにまた入る、近いところにまた入る。さあここは綺麗に駆け抜ける。ここからここからちょっと離れるか、ここからちょっと離れていったか、ね、この辺りはこの辺りはシルビアの方が速い。飛び込んでくるか、リンロンタイヤ S1 号、末永直人のマシン。さあそして逃げていく、このレクサス RC を捕まえている、捕まえている、いや捕まえた、ね、さあ捕まえた、ずーっと浅めに行く。オーケー、真っ白、真っ白、真っ白、見た見た、真っ白の中見た見た、寄ってる寄ってる、ものすごいところに入っていた末永直人、接触戦ばかり。いや4しか取れんかったですね。あの相当末永選手10、横井正史、エンジン音が高鳴ってシグナル消えてスタートしていく。まずはレクサス、上野貴弘、後ろから追いマシン、横井が、横井が近いところ、さあ近いところにレクサスのところに飛び込んでいく。グーッと入る、グーッと入る、ゾーン外した、いやー上野がゾーンを外す。そして横井が踏ん張る、横井が踏ん張ってずっとサイドバイサイド、レクサスの横にぴったりぴったりくっついた。レクサスが上野貴弘がどんな後追いを見せるか、今スタートしていく。まずは飛び込む青いマシン、横井が振る、そしてそれに対して上野も入る。いやーちょっと上野が流されたか、ここはちょっと止められなかったか、それによって離された。後追いは取り切れない、上野貴弘、うわーベスト4行きました。おこれ僕ね、ポイント差今ね、上野貴弘、さあどういう対戦になってくるかどうか。そして過去は1回だけ上野貴弘が勝っております。中村直樹相手に上野貴弘、どういう走りを見せるか。スピード角度を繰り出し、非常にいいものを持っている中村直樹。それに対してこのベルテックス RC レクサス、上野貴弘がどういうバトアートを見せるか。チャンス、ゴイグリッカイチ中村直樹、パゲットに対して入れない、近づけない、ギリギリところゾーン通過、中村直樹。さあこれは離れる、これは離れる、これは下手すると NGC 取られるくらいに来ている。さあどうだ、逃げる逃げる中村直樹、ゾーンは通っていく。いや上野貴弘なすべなしですね。わあやっぱりやるのかというところで頑張ってもらいたいところ、上野貴弘先行です。そして後ろから中村直樹、アドバンテージとしては中村直樹3ポイントアドバンテージを取っていると。さあさらに中村直樹近いところ、レクサス台入ってる、もう見えないところに入った、ギリギリのところに入っている、ぴったり入っている、ぴったり入っている、すごいところ、レクサス大きいボディの的にギリギリのところに入ってきた。さあまだ近いところ、最後のヘアピン、ここも寄りたいところではあるが、どうでしょう。いやこれは寄せ切って中村直樹。さあ昨日の優勝